皆様こんにちは。大阪アースステーションのかえちゃんこと桜井楓です。今日は名称戦についてお話ししたいなと思っております。皆様名称戦はご存知ですか？私も最近知ったんですけれども、松阪駅から伊勢沖津駅までをつないでいる電車となっております。 JR 東海の鉄道路線となっております。1両編成がほとんどらしいです。繁忙期には2両編成になったり4両編成になることもあるらしいです。松阪駅から伊勢沖津駅までは1時間半ぐらいで着きます。15駅あって運賃は860円となっております。全部乗ったらね。最初名張から松阪までつなぐ予定だったらしいんですけれども、松阪駅から伊勢沖津駅までをつながれた電車がちょっと名称線となっております。名前とは少し違うんですけれども、2009年の10月に台風18号の影響で1回廃止したんですよ、名称線。2016年3月26日に運行が再開されました。1日では松阪駅から伊勢沖津駅までは7本走っております。伊勢沖津駅から松阪駅までは8本走っております。1時間に1本か2時間に1本しか電車がなくて、電車に乗るときは皆さんも気をつけて乗らないとダメですね。駅を出発する30分前にね、伊勢沖津駅に到着したりするので早くは乗れるんですけど、こう電車がねこう戻ってくるところを取りたい方は気をつけていただきたいなと思います。私は取れなかったです。改札がないところとかもあるんですけれども、券を取って前に運賃箱があるので、そこでお金を払って降りるそうです。私もびっくりしました。改札がないことにまずどうしようと思ったんですよ。改札がない駅自体には行ったことがあって、リコがピーするところをやっぱ設置してくれてるからピーってして出たりしてたんですけど、電車の中でお金を払うっていうのを初めて見たからめちゃくちゃテンションが上がってしまいました。名称線の話をしたんですけれども、私がちゃんと行ったことあるのは伊勢沖津駅だけなんですよ。観光案内所があってお茶を出してくれたり、座れるところがあって、地元の方なのかなが座ってたりしてはります。お店に入ったらまず電車のね模型が置いてあるんですよ。テンション上がりますよね皆様。周りの街並みとかも、お店自体は閉まってるんですけれども、その昔の街並みを残したままっていう感じで出てはりました。すごかった。もしよかったらね皆様、名称線に乗ってぶらりと旅をしてみてください。私もいつかね15駅全て制覇してみたい。まあ、今回もこんな感じでね、一人でペラペラと喋ってしまったんですけれども、名称線乗ってみたいなって思ってくださったり、いろんな景色を見てみたいなって思ってくださった方はチャンネル登録や高評価、またはコメントもねしていただけると嬉しいです。見てるので。以上、大阪電車のかえちゃんこと桜井楓でした。ほなまたね、バイバーイ。